引っ越しどうなった、あーそう、その話ちょっとしたかったんだよな。なんかさ、あのこの間北海道行ってちょっと思ったんだけど、あまりにもなんかその北海道の空気とかが良くて、あの僕普段その1日15時間とか寝ちゃうんですよ。すごいこういっぱい長い時間寝ちゃうんですけど、なんかそれがなんか北海道にいたら6時間ぐらいの睡眠でめっちゃ元気に生活できたんだよね。だからなんかちょっと引っ越し先を今探してて、今さっきもなんかそのあのうちにその社員の子2個が来てて、あの一緒にその引っ越し先探そうみたいな話になってて、あの東京じゃないところとか探してたんだよね。ちょっとなんかどうすか、みんな今どこに住んでる？北海道はねちょっとね今第一候補で出てる。どこかはないかな。北海道は寒いよ。寒いかな。ちなみにさ、みんな引っ越すんだったらどこがいいと思う？みんな今どこに住んでるの？みんなが住んでて住みやすいなって思ってるんだったらそこはいいんだろうなと思ってて、個人的にはさ京都に住みたいとか海外に住みたいとかはあるんだけど、だからやっぱりこうなんだろうな、どこでもいいんですよね。空気が綺麗でご飯が美味しければどこでもよくて、あの東京がちょっとさすがに体に合わなかったと思ってて、まあ、東京長いんだよ僕。その生まれたところがさ、実はさ東京でさ、あのあその生まれたところが結構都心だったんだ実は。でその都心から引っ越してちょっと田舎に移って生活してとかあったんだけど、ちょっと引っ越し族ではあったんだけど、その生まれが実は東京なんですよね。それ言ったことなかったっけ、もしかして。埼玉じゃないよなんかね、なんか知らないけど埼玉って言われることはあるんだけど、生まれたとこ東京なんだよね。うん、恵比寿ですねなんか言っちゃいけないだろうけど生まれたとこ恵比寿ですね。はい、渋谷区ですね。はい一切言ったことなかったと思う。だってさ、なんかさ、みんなめっちゃさ僕のことさ、どこどこに出身ですみたいなことめちゃくちゃ言うからさ、なんでこれ何も知らないくせにそんなこと言うんだろうと思ってたの、ずっと。恵比寿です。はい。恵比寿で生まれて、で、途中でなんか引っ越したんですよ、一回。一回田舎に引っ越して、そこで途中数年過ごして、その後また東京に戻ってきてみたいな感じで、だったんですよ。はい。そうですよ。もう喋れな。確かに。待て、ありがとう。確かに。いや、ずっとね、言いたかった。ずっと言いたかった。なんか知らないけど、僕のことを知ってそうな感じでめちゃくちゃ言ってくるやつ、いたけど、嘘やろと思って。そんなことって一回も言ったことないしなって、思ってたよ。いや、わかるわけないじゃん。だって言ってないんだから。福岡いいところだよ。あ、ほんと？福岡いいよね。ご飯美味しくて。僕すごい好きだわ。いろいろね、引っ越したから、でもその引っ越した先の僕の知り合いとかが言ってるのかもしれないから。あ、なんかそれは全然間違った情報じゃないぜ。多分。正しいと思う。もう喋るのわけさ。いや、ほんとね。いや、酔ったらこうなるって分かってたんだよな。分かってたけど、自分の中に、胸の中に留めた、十数年のあれがあるわ。ずっといつか言いたいと思ってた。いつか言いたいな。それ違うでって。折り曲いつ上がりますか？折り曲は多分来月ぐらいに上がると思います。一曲一生懸命、ね、作ってるやつがあって。はい。生まれたとこはね、あ、別に生まれたとこ発表したとこでさ、生まれたとこがそこだからってなんか悪いことないっしょ。生まれたとこは恵比寿でした。はい。なんかね、僕もその、なんだろう、そんなに恵比寿で過ごした思い出とかがあんまりなかったから、しかもさ、なんか僕さ、もうちょっとなんかこう、生まれたところは関西寄りだと思われてたと思うんだよ。よく言われるから、関西の人なんでしょって。だけど、その、生まれたところが大都会の都心っていうことを考えると、なんか若干、僕の作風と、なんかミスマッチ。だけど、自分の記憶にあんまりないんだよね。恵比寿の思い出が。だから、まあいいかなと思って。今行っちゃったから、まあ、しゃあないっしょ。生まれは東京。
まあ どこでもいいでしょ。生まれたとことかさ、過ごしたとことかさ、今の自分が良ければそれでいいでしょ。でも京都が好きだな。一番京都が一番ね、過ごしててね、楽しかった。京都が一番楽しかった。だから京都って観光客がわーって言ってなんかごちゃごちゃしてるイメージあると思うんだけど、ちょっと違くて、京都のその観光スポットみたいなとこ以外は意外となんか風情がある、いいとこがいっぱいあって、もうなんかご飯は和食のね、美味しいお店もいっぱいあるし、もうほんと最高なんだよね。自分が日本で食べたご飯の中で一番美味しかったのが京都の料亭で食べたご飯ですね。それはもう本当に美味しかった。目の前で職人さんがカニを焼いてくれて、でなんかね、1,2,3,4 みたいな食事のターンがあって、その間にそれに合った日本酒が出てくるの。それを飲んで食べて飲んで食べてを繰り返すんだけど、それが本当に美味しかった。めちゃくちゃ高かったけど、で声に前入ってます。嘘マジ、なんでだろう。